蝶発系は中華民国の軍人、陸軍に急上昇、国民政府所属、越軍の指揮官、日中戦争でも中国軍の指揮官として各地を転戦した。字は向井花、農民の家庭に生まれる。はじめは学問を志したが、途中で断念し、染色技術を学んだ。しかし、侵害革命勃発とともに、蝶発刑は、 関東の新軍に加入している。以後、順調に昇進し、1923年1月、リワタルシン率いる、越軍第一市の独立団団長に就任した。統制などを経て、1925年8月、国民革命軍第四軍独立たびたび町に、冬には、第十二市市長に昇進した。1926年からの中国国民党の、 北伐にも参戦する。湖北省で、ご配布率いる、直令派の軍を撃破する上で、長発系も優先により貢献した。この時の国民革命軍第四軍は、鉄軍と呼ばれる栄誉を受けている。さらに、厚生省での総統に従事した後、第十二師は、第四軍に拡充され、長発系は軍長に昇進した。1927年、 小解析の上海クーデターにより、上海と武漢で国民政府が分裂した。しかし、長発系率いる第四軍は、東西地率いる第四集団軍に属し、第一重隊となって、さらに北伐を継続し、河南省に入る。同じく里から入省した、氷玉省率いる第二集団軍と協力して、上塞圏で、宇陳率いる暗黒軍大従軍を撃破。 その後北東に向かい佐賀の天然の溶害に阻まれた聖火県商用鎮を陥落させるなど会進撃を続け6月2日に開封を占領6月10日に行われた定州会議の結果河南省は氷玉省の管轄となり長髪系は武漢に外戦した長髪系別陰武漢に帰還後長髪系は15日に第二方面軍葬式に任命された そして、武漢の王朝名を支持して、上海の小介析を討伐すべく、7月に出撃した。しかし7月15日には、王が中国共産党との決別を会議で決定し、蝶もこれに同調した。ところが、8月1日に南章に差し掛かったところで、軍内の共産党員が放棄し、蝶の軍から離脱した。蝶発刑は、その後、残軍を率いて、 関東へ戻り、李渡るルシンと合流した。ところが、張は、李から、関東の統治権を奪おうと図る。同年11月、李が上海へ向かった隙に、張は拒兵して一時間トンを手中に収める。しかし、李は、紹介席の支援を受けて、反撃に転じ、結局、張の方がゲアに追い込まれてしまった。その後、1929年3月に、 小桂戦争が勃発すると、小解石から、長八系は再任用され、第一祖司追撃軍司令官権第四首司長に任命された。しかし、同年9月、王朝明らが、上海で、藩将を唱えると、張もこれを支持し、再び将に反旗を翻した。1930年の中原大戦でも、藩将軍の一員として戦った。 しかし最終的に敗北し、長は失脚してしまう。この後、しばらく外国視察に赴き、1935年に、再び蝶の配下として加わった。1937年8月13日、上海の防衛戦で、右翼軍総司令権第18集団軍総司令を務めていた長発系は、日本軍との交戦を開始した。蝶発刑は、 左翼軍総司令を務めていた、長治中とともに激しく抗戦している。しかし11月9日、ついに日本軍に防衛線を破られ、敗退した。1938年夏、長発慶は、第9戦区、第2兵団総司令権第8集団軍総司令に任命され、武漢海戦に参加した。その後も、関東、 公正方面の各地で転戦している。1945年3月には、第二方面組司令官に昇進した。日中戦争最終盤には、公正の奪回に努め、戦争終結後、甲州で、日本軍の幸福受諾を担当した。国境内戦時期において、長発系は、洋館はかりごと、雪学らと共に関東派と呼ばれる集団を形成した。これにより、 関東を、反共、反省解析の根拠地にしようと画策している。1949年に1月に、省が下野氏副総統の理総人が、大理総統となると、長は、陸軍総司令に任命された。そして、李と手を結んで省を拘禁しようと図ったが、失敗に終わる。7月、省解析の復権に伴い、長は下野氏香港へ逃亡した。 1980年3月10日、香港で病没。去年85、ABCD 席2001、P75、ABC 席2001、P104。ありがとうございます。